登山家山ちゃんの自己紹介パート9ですね。えー、平成24年7月九州北部豪雨。これについてね、話をしていきたいと思います。前回はね、えー、3月11日で東日本大震災から丸8年が経ちましたよという話をね、えー、させてもらいました。その時にね、あのー、実際、東日本大震災の時に平成23年ですよね。 の4月に、あの、復興支援の方に行かせてもらいましたよという話をしましたね。行ったところが、あの、岩手の宮古市の方に心のケアということで派遣をしに行きましたあ。派遣で行きました。でね、実際にその1年3ヶ月後にですね、平成24年の7月に九州北部豪雨、 すごい短時間で、あのー、今までに経験したことがないような大雨が来て、えー、熊本の,の,、ね、あの白川が氾濫したという災害が起きましたでそれも、ね、あのまともに食らってしまって、えー、以前、ね、支援した側から支援される側ということも、ね、あの経験することになりましたでちょうどその時のです、ね、7月に12日ですね、えー、朝 もうあのー、当時、妻の電話で、ね、起きたんですよ。やばいよって、雨、うん、がやばくてね、あの白川がこれ、もしかしたらすごいことになってるかもしれないよということで、えー、目が覚めました。で外に行ってみると、ですね外に行ってみるとというか、もう外を見てみると、もう,もうこんな感じなんですよ。これ、あの道路なんですけど、道路があのもう水浸しというか、あの使ってました。えー、これがあのー 7月12日の7時14分ですね。朝。もうすでにこういう感じになってました。これ私の当時の家の目の前ですね。で、あーっと思って、この状態から、あの、もう1週間前にですね、1週間前に買ったばっかりの,あのバイクがあったんですよ。PCX っていうバイクがあったので、それをまず逃がしたくて。 えー、そのバイクがね、半分以上つかりながら、あのー、まあ、エンジンをかかったので、えー、丘にあげました。で、そのまま残っとけばいいんだけど、もうそこから私結構ね、あの、悪あがきしたんですよ。うん。次にね、あのー、車を逃がそうとしました。で、車を上に逃がそうとして、えー、その車のドアをね、開けた瞬間に、もう水が、本当車内にドアーって入ってきて、 で、もう本当座席の上までね、流れ込んできて、まあアウトですよね。もうどうしようもなくて、えー、車を逃がすことが、えー、結果的にできませんでした。諦めました。で、次何したかというと、あ部屋に戻ったんですね。平屋なんですけども、えー、部屋に戻って、えー、まあするべきことというかですね、あの逃げ出す準備、まあ逃げ出す準備というかですね、あの荷物の準備をしてたんですよね。もうこれね、あの、締め切った部屋で、 外は水害なんだけど、中はね、すごく静かなんですよ、静かで。で、しばらく作業してると、あの台所のね、シンクから、トク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 ってあの、なんか水がね、上がってくるような音が聞こえてくるんですよね。なんか不思議な感じがしましたね。なんか自分が、ね、あの、なんか映画,の映画にいるような、なんか、うん、これ、本当なのかな、嘘なのかなっていうような状況でしたね。 でえー、とにかくね、えー、水が使って困るものですね、貴重品だったり、パソコンだったり、そういう電化製品とかをね、あの一番家の高いところ、2階がなかったので、1階の押し入れの上の方う、ね、2段になったので、後ろの上の方の押し入れの棚の方にひたすらいろんなものを、ね、詰め込んでました、うんまあ。そういう作業をね、ずっとしてたんですよ。 そういう作業をしたら、次第にですね、あの、だんだん家の方も浸水してきて、最後はね、あの、なんていうかな、ある一定の段階で、畳が上にドンと浮いたんですよ。畳がドンって上に浮いたところでね、あの、作業自体ができなくなったというかね、あの、家の中で立つことができなくなったので、作業を断念して、もう逃げることにしました。で、もう逃げる時もね、あの、リュック背負って、 でバック持って、で、あの、靴も持ってたんかな、靴履いてませんでしたもんね。靴も持って逃げたんかな。うん、そんな感じで、えー、身支度をして、で、ドアを開けようとしましたけども、ちょうどね、ドアを開ける水位がですね、外と中が一緒だったんですよ。もう中にも浸水してたんで、なので、ドアはゆっくり開きました。で、そこから、あの、大荷物を持って逃げましたね。で、玄関ぐらいまではね、あの、腰ぐらいの水位だったんですよ。 でそれがあのだんだん玄関を出て、泥に、ね、出るたんびにあの少しずつ下が,下がっていくんですよね。あのなんていうかな下がっていくので自分の水位は上がっていく感じですよね。えー、それで結果的に道路に出るところまででもう肩とか首とかまで使っているようなあそういう状態でしたね。でそこから白川の,、ね、あの堤防が見えるんですよ。堤防が見えてね堤防の上からあのいろんなドンプラコどブぷコ流れてくるような流木。 とかが堤防の上に見えるんですよ流れてるのが。わ、わかりますかねあの、見えるはずがないところからね、流木が見えるんですよ、堤防の上。うん。これ、ね、あのー、ありえないですよねっていう感じでしたね。で、そこからね、逃げるときに、えー、全然もう泥水なので、あのー、水は澄んでないので、 あのひたすらねあの、他人の家の柵とかを掴んで、えー、逃げてましたあの、下は全然見えないんで、あのその時思ったのが、裸足だったんだけども、排水溝にあの定期的に穴があるじゃないですか、ちあのね、穴がで、その穴に指をかけて進んでましたね、うん、なんか足の感覚を頼りにですね。 となんかなあの足触りというか、すごい細かい砂で、まあ、気持ちいいというかね、あのすごいあの滑らかな砂が下にはありましたね。うん、でところどころ、ね、深いところはもう泳ぐしかなかったのであの、まあ、短,短,短距離なんですけども、パッと泳いで、またパッと捕まってみたいなそういうことをしてました。でこれの写真が今8時13分ですよね。 えー、白川が奥の方です。で、ちょうど真ん中ぐらいに、これガードレールの白いの見えますかね白い、うん、ガードレールとあ、ゴミ置き場。で、手前が道路なんですけども、もう道路と白川の水位がもう全然変わらないというか、もうかろうじて、この、ガードレールが、ね、上の部分が見えてるっていうような感じですよね。もうこれ、 ねよく自分で取ったなと思うんだけどもあのなんかなあの電信柱にしがみつきながら撮ったですねよう撮れたな、うんね、携帯も防水だったのかな,なんかまあね撮りましたねよくねで今の同じようなところから次反対の方を見てみるとこういう家がもう、ね、あの半分ぐらいこれ使ってるんかなうんっていう 感じちゃったですねこれね、左から右の方に実は結構流れてるんですよ、左から右に。うん、白川結構蛇行してるんですけども、これも蛇行しないで、もう本当、直線に行くようなコースになっちゃったので、左から右に流れてるところがすごい、あの、私、一番怖かったところですね。ここで流されて、白川の本流に行ってしまったら、もう、アウトというかね、うん、命がちょっとやばかったのかなというふうに思ってます。 で、そこからちょっと上の方に上がってね、あのまあ、白川の方を眺めてるんですが、これ9時33分ですね。もう眺めるしかありませんでした。呆然と上から眺めてる感じですね。うん、えや、ー、いやで9時43分ぐらいですね、えー、これ、この前後にね、ヘリで救助が始まりました。もう屋根の上に登ってたりね、あの2階に上がってた人とかはね、そこから救助されたので、 うん、私みたいに、あの、勝手に、ね、逃げ出すっていうのは、まれ、まれというか、周りにいませんでしたもんね。うん、なので、今から本格的な救助が始まったっていう感じですね。で、その後、あの職場の方にですね、あの、まあ、その日仕事を休むので、えー、職場にちょっと、ね、水害にあってしまったので、えー、今日休みますと。 で泳いで逃げたんですよっていう風に言ったらね、嘘つくなって言われたんですよ、う、まあ、その嘘つくなもその、ね、あのちょっと笑って言われたんだけど、いや、それぐらいね、あの周りとそのここら辺の地区の差、ね、があったというか、すごい局,局所的というかですね、周りは雨は降ってたけども、そんなね、あの被害っていうのはなかったので、えー、ほぼほぼの人はね、この体験されてないんですよね。 なので、なんかね、そこに温度差がすごいあったなっていう印象を受けましたね。はい。で、これね、二つの動画であの説明しようと思うので、後半はまた次の動画で、えー、載せようと思います。まあ、写真とかをね、中心にいろいろ説明していきますね、えー。はい。もう悲惨なもんでしたので、こうお話しする予定ですで。こういうふうに、あの、災害支援とかをね、あの、 災害支援の方に行ったり、逆に受けたりとかする、したような、あの、経験も、あの、偶然ながらですね、持つことができましたので、そういう登山家山ちゃんです。ぜひね、あの、興味持っていただけたら、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。